皆さんこんにちは、熊本最瞬間制約所バドミントンチームです。今回の動画は実業団選手の練習環境大公開ということで、世界のトップで戦う選手たちが普段どんな環境で練習をしているのかというところに迫っていきたいと思います。選手のお気に入りポイントも紹介していくので最後まで要チェックですよ。そして今回もナレーションは中井です。よろしくお願いします。私たちが練習している体育館は桜アリーナといい、2017年6月に建てられました。まだ築4年。綺麗。この名前には仲間と共に世界で戦い、バドミントン界の頂点を目指すという意味が込められています。一見背が低い建物に見えますが、2階建てで1階部分は地下に埋まっています。その取り組みを評価され、第22回熊本アートポリス推進賞を受賞しました。それでは早速中に入っていきましょう。桜アリーナは入り口のある2階に多目的エリアとジムエリア、1階にアリーナと更衣室があります。まずは入って右側、多目的エリアです。ここではストレッチや各種トレーニングなどを行うことができ、さまざまな器具が揃っています。中でもこのトランポリンは結構珍しいんじゃないでしょうか。こちらはトレーニングというよりも、飛ぶことで足首の可動域を広げ、怪我の予防につなげるメリットがあります。そして最初のお気に入りポイント紹介は松山選手。松山です。私のお気に入りポイントは酸素カプセルです。酸素カプセルは怪我をした人とかが結構入ることが多いです。よいしょ。とこれ超音波とハイボルト。ハイボルトは結構筋肉ほぐしたり、こっちの超音波はこの炎症とかに直接超音波当てて治すのを早くする機械です。これはどうやって使うんですか？これをジェルつけて、その痛いところとかにこうやってずっとずーってやったりして、でこっちのハイボルはパッドを使ってこれにつなげて貼ってほぐしていく。この2つってダブルで使えるんですよ。超音波しながらハイボール流せるみたいな感じで、この超音波を入れるこのバッグを中井先輩が手作りで作ってくれて、これのおかげで持ち運びがまあ楽。本当に中井先輩ありがとうございます。よし、イエーイ。これが私のお気に入りでした。多目的エリアの後はジムエリアです。ここでは全身を鍛えることはもちろん、バドミントンに必要と言われている筋肉を鍛えるための器具が揃っています。ちなみに万が一ダンベルを落としても大丈夫なように、床にはクッション性のある素材が使用されています。こちらはカイザーというマシンなんですけど、空気圧を使って負荷を調整できる器具です。1回目の動作を100として、2回目以降の動きを評価してくれるので、正確なトレーニングを行うことが可能です。おお、100だ、すごい。あとこの移動式のミラーが便利なんです。ジムエリアには2箇所大きな鏡があるんですが、それとは別にこの移動式鏡があることで、マシンの横に置いて正しいフォームを確認しながらトレーニングを行うことができます。そしてここにはさらにガット張り機が2台あります。2台あれば取り合いにならないからいいですよね。ジムエリアの横にはおしゃれなアートがあります。こちらはアーティストの平野剛さんが地上から力をもらい天に舞い上がるというイメージで、直接この壁に描いてくださったものになります。その壁を抜けると談話スペースがあります。とここで、こんにちは、カニーロです。小野です。私のお気に入りのスポットはここです。バドマガコーナーです。イエーイ。歴代のバドマガがたくさん置いてあります。これは橋本コーチが表紙のバドマガです。これは山口選手です。そしてこれが私がめちゃくちゃかっこいいと思っていた時の渡辺コーチの表紙です。めちゃくちゃかっこいいと思ってました。なんでいいの？私のお気に入りのページ、藤垣が引退した時の全日本総合、これがすっごい私お気に入り。前に見てたけど、
ちゃくちゃ感動しました。泣けたよ。みんな泣いてました。そしてなんとこちらには中井先輩の記事が映っています。何歳は小6じゃないですか。これあれじゃないですか、優勝した時の。私小6で何ですか、ずっと可愛いって何なんですか。ですよね皆さん。以上私のお気に入りスポットの紹介でした。バドマガで懐かしさを堪能した後は1階へ向かいます。この階段には選手の写真が飾られているんですが、視聴者の皆様にだけ特別にお見せしちゃいます。8枠のフレームの中の一つにみんなの座右の銘が書かれています。貴重な藤井先輩と小野選手のダブルスの写真まで飾ってあります。1階に降りるとアリーナ、更衣室をつなぐハブラウンジがあります。このキッチンが広くて充実していて使い勝手抜群なんです。そしてここにもソファーがあるんですけど、これも可愛いんですよね。入り口や談話スペースにもソファーや椅子があるんですが、置かれている家具がおしゃれなのも気分が上がっていいですよね。更衣室につながる廊下にも平野剛さんのアートがあります。そしてなんと今回男子禁制の女子更衣室に特別に潜入しちゃいます。はい、こちらが更衣室です。広くて清潔で可愛いですよね。ちなみに男子更衣室の3倍ぐらいの広さがあります。そしてその奥に進むと、はい、シダのお気に入りポイントはここです。ここはランドリールームになります。お気に入りのポイントはシャワーを浴びてる時にここ洗濯して干してそのまま帰れるっていうのがすごく嬉しいので、私はここがすごいお気に入りです。これが乾燥機になってます。数多くても干せるのがすごいいいなと思ってます。そしてこっちにいつも T シャツだったりハーフパンツだったりこういうものを干して私たちは練習してます。結構他チームから最終巻に練習しに来た選手たちがみんなここを見てすごい、何これすごいってみんな驚いてるので、やっぱりここすごいよねと思って私もすごいお気に入りポイントになっています。以上ランドリールームでした。バイバイそこからさらに奥に進んでいくと、じゃーん、ジャグジーです。このジャグジーでは練習前に湯船に浸かって体を温めたり、練習後にリラックスしたりしています。私は足湯で毎朝使っていました。更衣室を出たところで、お、こんにちは、橋本です。ここが僕のお気に入りのポイント、トイレです。お気に入りのポイントなんですけど、まずこの便座がこう暖かくてですね、体が固まっている時にちょっと温めて、ちょっと体の息がこうしっかりこう動きが出るように朝はしっかりこう座るようにしています。あとですね、この何とも言えないこの一人になれる空間、絶妙なこの広さ、これでなんか一日さあ始まるぞっていうこう集中力をこう高めるためにトイレに居座って一日メニューを考えたりしてます。ここが僕のお気に入りポイントです。鍋もあるよな。はい、清潔感あって。それでは皆さんお待ちかね、次はいよいよアリーナです。まずはこの壁についているこの四角い装置、何のためのものか分かりますか？実はこれ風が出ない空調なんです。バドミントンは風が大敵なので、この棒の中を流れる水の温度が変わることで室温を調節できる空調を採用しています。そしてちなみにこの通気口の上で横になると背中からあったかい風が吹いてきてすごく気持ちがいいです。この音響もとても音質がいいです。プレイリストはその日によって選手やコーチがセレクトしています。そしてここで山口です。私のお気に入りポイントはこの床です。木の板でもなくこのゴムの感じが結構膝とかにもいいと
思いますし、コートマットみたいにザラザラもしてないんで、シューズとかもそこに比べたら壊れにくくて結構長持ちするので、そこが助かってますです。ここが私のお気に入りポイントでした。そしてここからは桜アリーナ以外の紹介をしていきます。こちらはみんな大好き社員食堂です。バイキング形式となっており、好きな盛り付けで食べることができます。本当にどれも美味しくて、みんなお昼の時間が楽しみでしょうがないです。ダメダメ、そういうことだ、よくないっす。お肉ばっかり取るもん。はい、いただきます。今日はサバの味噌煮です。普段こうやって家でなかなかすることがないので、こういう食堂で食べれるのは本当に嬉しいです。またこのズリのピーマン炒め、もうこんな手の込んだやつもなかなかすることがないので、こういう日はテンションが上がりますね。いっぱい食べてる。はい、めっちゃ食べてますよ、この男性さん。感染対策として間隔を空けての食事と黙食を徹底しています。あー、お腹空いてきた。今は12時57分、お腹が鳴りそうです。続いてはランニングコースです。東京ドーム5個分の再春館製薬所敷地内にあるランニングコースは、1周約3キロと 2.3 キロのコースがあり、高低差約20メートルですごくきついですが、開放感のある敷地内を気持ちよく走ることができます。途中の池にはカモの家族も住んでいます。かわいい。そしてこのコース、冬の間限定ですがイルミネーションも点灯します。くまモン、あとこの丘の上から見る夕焼けが絶景なんです。他にもグループ会社のキューネット警備員が24時間駐在しているので、セキュリティもバッチシですし、万が一練習中に何かあればこちらもグループの桜十字病院がバックアップしてくれるため、安心して練習に打ち込むことができます。そして最後に、ここまで見ていただいた方に私中井のお気に入りポイントをご紹介させていただきます。私のお気に入りポイントは体育館の窓から見えるこの景色です。どうですか？阿蘇熊本空港が近くにあることで見える景色なんですけど、窓から見える飛行機が一枚の大きな絵みたいに見えて、すごくいいなって思いました。以上、私のお気に入りポイントでした。そしてここで視聴者の皆さんに問題です。気づかれた方もいるかと思うんですが、実はこの動画の中に私が何箇所か映り込んでいます。一体何回映っていたでしょうか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。いかがでしたか？本日は熊本再春館製薬所バドミントンチームの練習環境を紹介いたしました。この環境のおかげで、みんな世界のトップを目指してバドミントンに専念することができています。これからもチーム一同頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。再春館製薬所の公式 Twitter、Instagram もよろしくお願いします。私たちが着ているグッズは概要欄からどうぞ。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。